はい、おはようさんです。それではですね、引き続き、イノシシのカレーをやっていきたいと思います。2時間ぐらいは煮込んだんじゃないでしょうか。で、ですね。もう骨もこうやって、お肉が剥がれるぐらいになってるんで、いいと思いますね。十分煮込まれてると、まあ、熱そうだ、あっちち。こんな感じですね。よいしょ。あんまり骨だけにしちゃうとワンちゃんにあげるのにちょっと申し訳ないので、よいしょ。そしたらですね、この中にカットトマトですね、トマトを入れていきます。基本測ってないです、もう目分量です。この仕事長いとほぼほぼ目分量になります。したら、で、あとは玉ねぎがもう炒めたりしてしなくてですね、もう柔らかくなったら、出来上がりと、ルーを入れて出来上がりですかね。そういう感じでカレーは作りますけど。料理人あるあるで、自分が食べるものはほぼほぼどうでもいいんですよ。人が食べるときはなんかちゃんと作りますけど、自分の食事は大体どうでもいい感じでペロッと作りますけど。
とはこれが玉ねぎが柔らかくなるまでこう煮えてきましたら、このルーを2種類ぐらいちょろちょろっと入れて、あと辛み入れて、オールスパイス、本当はクミンがいいんですけど、ちょっとクミン買ってなかったんで、これで、あとちょっとカレールをちょびっと入れる感じで、あとは最後にお醤油かソースをちょっと足して完成という感じでやりたいと思います。